旧中国拝殿南部変電所は、かつて、広島県広島市南区宇品に存在した中国拝殿の変電所。1943年宇品方面へ電力供給するため、中国拝殿によって竣工。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下により、被爆、爆心地から約 3.79km に位置し、窓ガラスは割れたが、 倒壊はしなかった。翌8月7日には送電を再開している。その後も長い間変電所として使用されていたが、1994年、中国電力が別の場所に新しい変電所を建設すると、ここは空き家となった。その後は中国電力グループのエネルギア不動産が管理する不動産、ERE 宇治並行ビルとして貸し出されていた。2008年10月から、 イタリアンレストランとして利用されていた。店舗改築の際、外観はほとんど手を加えず、店内の内装に急変電所で使われていたものをいくつか用いていた。ただこの店舗が閉店後、再び空き家となっていた。2017年12月建物を所有していた中国、電力系のエネルギーアイル &B パートナーズは老朽化などを理由で、維持管理が困難になったとして、 地元の不動産会社に土地建物を売約2018年1月末付で取り壊しが確定した。所有する不動産会社は一部モニュメント保存も検討していると報道されている。ありがとうございます。